サーケット、はい、このボールをですね、あちらの積んであるポール柱を、この蹴って当てて倒して、全部倒したら勝ちというゲームでございます、はい、2人で協力して交互に2回ずつ蹴ってもらって全部倒したらゲームクリアとしてします。はい、ただまあ今こうやって並べてあるんですけれども、このままだとちょっとあれなんで、僕がちょっと難しくステージを作り直します。ちょっとあれなんでちょっと難しくね、ちょっと簡単かもしれないです、ね、はい、はい、完成しました。名前は鬼です。鬼、はい、鬼の顔をモチーフに作りました。ちゃんと角があって、ここが目です、ここが口です。赤鬼と青鬼が合体するってこと。そうですね、言われてそう思いましたね。途中作ってる最中、金谷さんが、はい、このポールをただただ積み上げて、はい、意味ないとこにこれを挟んで積み上げてって、むっちゃ悩んだ結果、一人でバーンって崩すっていう、あの43のおっさんが感触を起こした瞬間僕ら見てしまったんですけど、その結果鬼が生まれた。鬼が生まれた。いや、これは悲しみの鬼ですよ。はい、ではそれではアクティビティゴーしましょう。ゴー、じゃあ行きますよ。ゴー、はい、ナイス。おー、すごい。鬼で言ったらさ、はい、もう目から上全部粉をね、こんだけやで、あいつ残ってんの。これだからちょっとピンポイントしてみたいな。この窓パワーじゃなくテクニックでやる、ピンポイントやな。では行きますよ、討伐開始。じゃあ、おー、ナイス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 。あ、ビスマルクや、ビスマルクや。すみだ、すみだ、ちょっと2個狙ってくれ、2個。はい、あ、実ってるか。あれ、4個、クワタくん。では参ります、討伐開始。クワタや1個だけ、2個。まだいける、あ、ボルトちゃう。ラストですか。ラストなんですけど、ちょっと難しいんで、あれ倒すのちょっと最後の1回だけ難易度下げます。ちょっと寄せます、ね、え、そんなんあんの。そんな UFO キャッチャーの定員みたいなことやってくれんねん。めっちゃ寄った。前の上の、いや、まあ、あれはあの鬼の上顎なんで、はい、ど真ん中ぶち抜いてください。ど真ん中な、はい、まっすぐインサイド、討伐開始。まっすぐインサイド、あーあー、残念、ダメです。投げ出しの1個、隅田のラボーナで倒したら正解にしたしや。これで、ね、ラボーナっていう、はい、こういう蹴り方があるんやけど、はいはいはい、じゃあちょっとハンディキャップということで難しい蹴り方のことがいいですよ。どうぞ、では参ります、討伐むずいからね、ラボーナ開始。あー、惜しい、残念、はい、やるもんじゃないな、ラボーナなんて。まだ、はい、最後金谷さんとどめさせてください。気持ち悪いんで、はい、わかりました、頑張れ。じゃあ金谷さん、討伐開始。シャーシャー、池谷さん、はい、バッドです。バッド、トゥーバッド、トゥーバッド。人間タワーバトル、こちらにですね、皆さん立っていただいて、はい、こちらのモニターでカウントが始まりますので、カウントがゼロになる前にこうポーズを撮っていただきます。で、それで写真が撮られます。で、撮った写真をどんどんこちらのモニターにこう積み重なっていってですね、タワーを高くしていこうっていうゲーム。ただでもポーズの撮り方が悪いとバランスが悪くてポロッと落ちてしまう。なるほど。そしたらその人が
負けというかタワーが終わってしまうので、みんなで協力してできるだけ高いタワーを作っていこう。こんなにしっとりしてましたっけ？いや、もう汗かきなんですよ。ものすごい汗かいてるんで。そんな目の周り黒かったですよ。血が足りてへんのよ、ちょっと。ここのね、他にあるキリキリマイっていうアトラクションとほぼ一緒だから。あ、やってないですよ、僕ら。いや、まあ、じゃあ通りすがりに見たんだ。じゃあやりましょうよ。やりましょうよ。で、この後、その噂のキリキリマイ、ちょっと金谷さんやってもらって。いや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 、もう。よーい、スタート。Thank you.
団長74、ルミダさん68。あれやな、なんかこう喋りながらやりたいと思ったけど無理やな、集中してしんどいし。団長の勝利ということで団長に1ポイントです。これさ、もう今話すことじゃないけどさ、はい、1ポイント上げるときとグッドコミュニケーションで上げるときはどういう差が生まれるの？これはグッドコミュニケーションもポイントです。ああ、2人に。なるほどなるほど。グッドコミュニケーションはゼロ。ゼロです。わかりました。ハハハハ。